日米での潜水艦共同訓練は日々レベルアップされ、対潜訓練でも海上自衛隊が敵役となることが多い。海自潜水艦にアメリカからも視察に来ることもあるほどだ。今回は海上自衛隊の静粛性と原子力推進はどうなのかを詳しく見ていきますね。静粛性はもちろん潜航深度も他国は比べ物にならないほど潜航できる。だが問題はどこにあるか？2021年10月、海上自衛隊では最新鋭の潜水艦である太平洋型の2番艦ワクゲイが建造元の兵庫県の川崎重工業者の神戸工場にて浸水し、2022年度末の竣工を目指して偽装工事が進められている。太平洋型の1番艦であり、ちょうど昨年の2020年10月に浸水を迎えた太平洋も現在最終の偽装工事の最中であり、こちらは2021年度末の竣工予定で、建造元の三菱崎重工業者の神戸造船所が実施中である。ここ近年の海上自衛隊の潜水艦建造元といえば、この三菱崎重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場の2カ所集約されており、毎年1隻ずつのペースで、交互に新造艦の建造を担っている状態だ。2021年10月の時点で、海上自衛隊は最新鋭艦である太平洋型が何隻建造されるのかの最終的な数量は決定されていないが、今しばらくこうした毎年1隻ずつの寄港、浸水、収益のサイクルは維持されるものと思われる。現在海上自衛隊は、前々級である、親潮型を11隻、前級の、そう、竜型を12隻を保有しているが、親潮型の1番艦、親潮と2番艦、満潮の2隻は、すでに、練習潜水艦へと、艦種の変更が行われている。このため実戦配備されている、潜水艦だけで見た場合、前々級の親潮型が9隻、前級の、そう、竜型が12隻の2種類の合計で21隻となっており、太平洋が2021年度末に竣工すれば、当面の目標だった22隻体制が実現する。ただし、太平洋は竣工前にもかかわらず、試験潜水艦への異例の艦種の変更が予定されており、従来配備済みの既存潜水艦が入れ替わりで実施していた試験任務を専従で担当する可能性もあると考えられている。今後、海上自衛隊の潜水艦22隻体制が拡張されるか否かも、現時点では不明確だが、仮に、現状維持の場合でも、太平洋型の竣工に合わせて、これまで、同様に、前々級の親潮型の3番艦以降が、練習艦等に回り、実質数は増加するのだろう。さて、2021年9月に電撃的に公表されたオーストラリアのアメリカ・イギリスとの安全保障の枠組み、オーカスの申請は、同国が攻撃型の原子力潜水艦の調達に方針を急展開させたことで大きな話題となった。それまでオーストラリアはフランスのシュフラン級原子力潜水艦の機関部を通常動力型に改めたアタック級潜水艦の調達計画を進めていただけに、今回の一方的な変更はフランスとの間に大きなしこりを残しそうだ。すでにトサンアンチャン補給潜水艦の最終型を原子力推進にしたいとの方針を打ち出していた韓国のみならず、今回のオーストラリアの一件から日本も原子力潜水艦を保有すべきだとの声が上がり始めた。確かに、単純に、潜水艦の動力源として考えた場合、原子力推進は、煩わしい燃料補給が、半永久的に不要となり、
水中の速力も通常動力型の約20ノットとは比較にならないほど、その 1.5 倍にも相当する30ノット以上が見込める。ただし、昨今の海上自衛隊の潜水艦のモーターによる水中航行時の静粛性の高さは、世界でも最高の水準にあり、稼働させた場合、原子炉を完全に停止することができない原子力水型よりも、その点での優位性は高いと言われている。加えて、オーストラリアがアメリカもしくはイギリスの支援を受けて調達する潜水艦は、攻撃型原子力潜水艦とはいうものの、対地攻撃用の長距離打撃能力の獲得も基礎されており、海上自衛隊の潜水艦の運用目的とは大きく異なる。オーストラリアが調達する可能性が高いと考えられるのは、イギリス海軍のアスチュート級もしくは、アメリカ海軍のバージニア級原子力潜水艦ではないかと推察されているが、いずれも対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイルを運用可能だ。この対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイル、イギリスのアスチュート級は、6門の 533mm 魚雷発射管から運用されるが、アメリカのバージニア級は、専用の VLS-12 機を搭載しており、より、対地打撃力が強力なものとなっている。こうした対地攻撃能力の装備をはじめとして、日本が原子力潜水艦を建造して運用するには、現状の潜水艦の待ち伏せ用途の戦術そのものを再検討する必要があり、単に原子力推進が機関として優位性があるとは言い難いだろう。オーストラリアは航空母艦は保有していないが、そもそも、イギリスのアスチュート級やアメリカのバージニア級は、空母打撃群の護衛として水中を随伴する必要があり、そのために水上戦闘艦に劣らない30ノット程度の速力を備えている。また、潜水艦搭載用の原子炉の開発やメンテナンス等、現状の日本では有していない技術的な問題やコスト的な課題も多く、一朝一夕に日本が原子力潜水艦を保有するというのは非常に難易度のハードルは高いと思われる。オーストラリアはそうした点を考慮しても対中国向けに長距離攻撃が可能で南シナ海までの迅速な移動力を得ることを優先したと思われるが、これが南シナ海に向けたアメリカの今後の戦略とうまく合致した結果なのだろう。さて、現行の海上自衛隊の潜水艦に話を戻せば、前々級の親潮型、前級の、そう、竜型、最新の太平型と同じ通常動力型のディーゼルエレクトリック推進でありながら、少しずつ中身は変化を遂げている。まず前々級の親潮型だが、川崎重工業製の 12V2525S 型ディーゼル機関2機と、鉛製の蓄電池と推進用の電動機が1機搭載されており、水中の最大出力は約7700馬力、速力は約20ノットほどだと考えられている。続く前級の、そう、竜型は、1番艦から10番艦までが、川崎重工業製の 12V2525SB ディーゼル機関2機と、鉛製の蓄電池と推進用の電動機が1機、さらに、川崎重工業がライセンス生産したコックムス 4V275 ラウンド、ムキー・スターリング機関4機を搭載している。このため、そう、竜型は、1番艦から10番艦までは、非対機依存推進を実現した潜水艦となっており、水中の最大出力は約8000馬力、速力は約20ノットほどと前々級の親潮型を若干上回る仕様であることが、数値上からは伺える。そう、竜型の11番艦、王竜と
12番艦、東竜は、川崎重工業製の 12V2525SBD ゼル機関2機と、リチウムイオン製の蓄電池と推進用の電動機が1機となり、スターリング機関を廃止するに至った。この機関部分の刷新に寄り添う、竜型の11番艦、王竜と12番艦、東竜は、水中の最大出力は約5600馬力、速力は約18ノットほどと数値上は、従来のスペックを下回るものの持続力、運用効率が向上しているという。最新型である大芸型も、この、そう、竜型11番艦、王竜同様の機関構成を踏襲しており、詳細な仕様上のスペックは公表されていないが、リチウムイオン電池の搭載を前提に設計された艦として、スペース効率の向上も利点とみられる。ちなみに、オーストラリアの原子力潜水艦調達に際しては、通常動力型と原子力推進型の潜水艦の両方を保有し、運用中のインドも、今後も用途に応じた、この運用を継続するとしており、原子力推進への一本化を否定している。世界では、原子力潜水艦導入が進む中、日本もまた、同様の話は出てくる。だが、原子力推進がいいとは限らないし、価格の高騰を見ても、大芸、潜水艦を3隻建造できる。日本は、独自に、通常動力型潜水艦路線で進むことを願う。